ファイヤーでは花いかだ花いかだこなたでは翼では翼。まあね、昨日負けたでは翼にね勝つのはちょっとね心苦しいけどしょうがないな。自力で言ったらやっぱでは翼ありますからね。時間です。大負けしてずるずるとはいかないもんね。そうですね。きょい。ああいうそうだよ。どうだ。ここはこれやろ。ここはこれやろ。こらえられない。時間です。大負けしてずるずるとはいかないもんね。きょい。ああいうそうだよ。どうだ。ここはこれやろ。こらえられない。普通に避けられた。避けられました。やつばさだや、えぼしだけ、えぼしだけ、あなた、鬼ヶ岳、鬼ヶ岳。すみさん来ないですね。さあ、関脇登場、えぼしだけ、鬼ヶ岳とは、これはでも、えぼしが圧倒的に星がいいですね。6-1ですか ?5-1。5-1か、鬼ヶ岳と。先場所は弓切りで、鬼ヶ岳が勝っております。時間です。さあ、エボシ対新潟県の一番。ただし。きょい。ノータ。ゆるぎり。さあ、エボシ対新潟県の一番。ただし。きょい。ノータ。ゆるぎり。来た。抵抗なく。でぼし。でぼしだけ。二谷、吉野里、吉野里、あなた、千代鈴。二谷、昨日は勝って安定した力を示します、千代鈴。まあ、昨日ね、吉野里、いい相撲でね、あわえとね、横綱をね、土俵際まで追い詰めましたからね。本人としてはね、これは自分ね、通じるんじゃないかと、いけるんじゃないかと、自信がついてもね、いいですね。まあ、今日の相手もね、千代鈴はそれともね、体重いですし、しっかり捕まえるとね、もうちょっと身動き取れないくなる可能性もありますからね。時間です。さあ、初孫の一番であります。どういう相撲を見せるのか。吉野里、千代鈴どう捌くか。さあ、きょい。さあ、では千代鈴、どうだ、どうだ。ああ、吉野里、さあ、どうだ。おさあ、危ない。時間です。さあ、初孫の一番であります。どういう相撲を見せるのか。吉野里、千代鈴どう捌くか。さあ、きょい。さあ、では千代鈴、どうだ。ああ、吉野里、どうだ。おさがい。ああ、危ない。刺された。吉野里も刺しちゃいました。刺される。あれ。まさかの。回り込ませんかったね。刺されましたな、吉野里。どうしたんだ、一体。いい相撲だったな。うまいね。ね、いいのかなって昨日の鹿児島にも刺したし、そうだね。日の里、あれなんだ。大神楽、大神楽、また坂の海。行くんじゃないって言われる、先場所ね当たってませんからね、あの不調坂の海と当たってないんで、それを抜きにして4勝3敗、まあまあ五分ですからね。うん、今場所のあの昨日のね相撲見る限りにおいては調子が戻ったけどね、喉は入るってことはないですかね、これね。喉は入る方は佐賀大久保も刺身うまいですからね、あのあーって刺してね、刺して刺し切っちゃえばもう佐賀何にもできませんから。昨日のようなちょっとね中途半端だと喉は炸裂っていうね、とんでもないことになりますから。まあ佐賀もね優勝したりね、大関まで張った新旧大関ですからね、まさにねちょっとお互い負けれないところではありますが、はい、時間です。共に大事な一番、待ったなし。場所を占う両者であります。あ、きょい。さあ、どうだ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 、時間です。共に大事な一番、待ったなし。場所を占う両者であります。あ、きょい。また、投げた。なんじゃこら。いや、うまい。投げました。まさかの。笑いが止まりません。西北の親方。だから調子が戻ってきたんでしょうか。上手投げです。なんでしょうね。投げたね。喉入ってないもん。入ってない。投げたよ。あ、でも得意の右は右ですね。なんか。
あら、大関あいつで敗れました。どうしたか、さまにこれ、ありますね、これ復活。じわーっと大倉が差しに行こうとしたところを、ずんだもんな。やっぱりビンキのタイミング良かったんだね、多分ね。いやいやいや、なんてこった。佐賀の海。佐賀の海、あないかな。うわ、でも言えなかった。いや、ラッサン、ラッサン、昨日ちょっとね、春の章、春の章。ここは断ち切りたい。ここは断ち切ってね。圧勝して、ね、今場所、ね、盛り返したいところであります。まあ、反省はね、まあ、くぶくりにね、負けることはないような、で、取り口なんですが、すね、まあ、ガッサンもね、まあ、立てやすい拠でね、前頭上位を務めてませんからね。さあ、今日は負けられない反省。ただし、さあ、一か八かぶつかるガッサン。あ、キョイ高菜だった、当たった、当たった、お、これは春蔵、近づけた。さあ、今日は負けられない話を、あったなし。さあ、一か八かぶつかるガッサン。あ、キョイ高菜だった、当たった、当たった、お、これは春蔵、近づけた。近づけた、近づけた、近づけた、圧勝しました。春蔵の勝。片や、近の富士、近の富士、また、近の新馬、楽しまーギャンと痩せてやる。そうか、先場所はですね、取れ、先場所取り直してるんですか。いや、あれ先場所も何か勝ったよ、最後。いや、負けたよな、勝ったよ、最後、うん、寄り切りで勝ったよ。なんかもうね、上目笑いが止まらなかった。、うん、まあ、で昨日ね、吉田さんみたいなね、立ち合い相撲はね、鹿の字も取れれば、爪はね、鹿の字の方ちょっとね、一丁いったんじゃないや、事実の長もありますからね。まあ立ち合いでもガンと来られるとちょっと辛いけどね。もう立ち合い勝負ですね。立ち合いうまくね、さばければ。若の島の出足をさばければ。そうですね、はい。いいですか、はい。時間です。さあ、その通りになるんでしょう。よし、頑張れ。待ったなし。あ、キョイ。当たった。乗った、乗った、乗った。よしよしよし。乗った、乗った、乗った。乗った、乗った、乗った。みんな突き放しなきゃ。乗った、乗った、乗った。揺すまれ、揺すまれ。乗った、乗った、乗った。そのまますませば、ますませば。乗った、乗った、乗った。乗った、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 乗った。乗った、乗った、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 乗った。粘る、粘る。片足で粘る。乗った、乗った、乗った。胸です、胸です、胸です。乗った、乗った、乗った。しかし、しかし横にする、横にする。乗った、乗った、乗った。乗った、乗った、乗あ、キョイ乗った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 。ちょっと取り口は違いましたが、勝ちましたね。全然だな。普通に最初から勝ちましたね。刺されるかな。最初から勝ってましたね。申し訳ないけども、最初から勝ってましたよ。いやー、全然だった。もう、ほら、私が早く粘るのがやっとだったね。思った以上のあれですよね。思ったと違う展開でしたけども。2日目にして土がつきました。鹿の風神。横綱大関、もう早くも全勝に行くなりましたね。万数の鳥、積みましたるところ。あんや、みそら富士、みそら富士、あなた、海殿、海殿、お相撲一番にて、本日の、打ち止め。さあ、二日目、結びの一番になります。西から、大横綱のみそらが対するは、海殿であります。ね、昨日もね、横綱春の章に堂々とした、ね、落ちない相撲で、今日はね、三空寺、これは対戦五分ですが、ここ2年間は 3-0 で回転であります。あ、1回は不先輩と下手投げと寄り切り、まあ、刺したんだ ね、ただちょっとミスラもね、ちょっと先場所、ね、先場所ではちょっと体がね、変わりますからね、うん、時間です。そんなのか、受け間違えて一気に持ってかれますからね。あ、キョイさあ、違った。ノータノータノータ。ゴンチさん、ゴンチさん、ゴンチさん、ミソラ、ゴンチさん。ノータノータノータ。ミソラ、ノータノータノータ。おー、ノータノータ。おー、時間です。そんなのか。一番。受け間違えて一気に持ってかれますからね。
あ、きょい。ノータ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 面白い相撲だな、ミスラ。取れなかったよな、ヨタ。ちょっと揺れるのが、まあ揺れ、まあ勝てばね。うん、そら、藤井